どうも、アキです。栄冠9やっていきましょう。いつも皆さん、コメント、高評価ありがとうございます。この栄冠9の動画、いつも楽しみですという方は、ぜひとも高評価をしていってください。さあ、では今回はオフシーズンやっていきましょう。さあ、ユサ999に向けて、そしてデンガンオール S100 に向けて、このオフが非常に大切となりますので、頑張ってやっていきましょう。まずはドラフトからですね。今年ってドラフトって、誰が選ばれるんだ？日本代表プラス3人プラス村野しか、ベンチにもなんならいなかった気がする。はい、岩橋、市原、村野、宮本、そう。あ、やば。やば。うわ、やば。プロ、あ、丹野。丹野。ドラフト4位。珍しい。もう1位しか選ばれないのに、基本。この代4人がめちゃめちゃ強かったけど、逆に言うと、4人しかいなかったんですね。なるほどね。あ、そういえばなんかさっき壊れてましたね。壊れかけの機材やっていきましょう。さあ、新入生スカウトもね、もうかなりコツをつかんできたので、これね、そうね、大体ね、そろそろ合宿っていうのをね、考えていってもいいかもしれないですね。はい、もうこれ以上、これくらいはないとうちではそのレギュラーになれないとかっていうのが、なんとなくそのコツとして最近掴んできた感じがあるので、まあそのあたりをですね、こうしっかり考えながら新入生スカウトというのを行っていきたいと、私そのような所存でございます。さあ、ということでこのオフしっかりとチーム力をつけていく、そのね、作戦でね、やっていきましょう。まあ、まずはやっぱり記者チャンスをいろいろと狙えるようになるということが非常にね、それが一番大事なので、まあ広角持ってる選手はパワーとかそういうのを上げつつも、記者チャンスとしっかり走れるようにというところはね、考えつつも弾道とかを上げていくという作戦でやっていきましょう。よし、若松だいぶいい選手になりましたね。さあ、アイドル来てほしいっすね。本当になんてたってアイドルなので。そして今年一人マネージャーが卒業していきます。またそろそろ、あ、これ練習効果があった後に新入生スカウトやるとどうやら良くないらしいんですよ。でその練習効果が消されるみたいなんで気をつけよう。アイドルの後に新入生スカウトとかだから絶対ダメと。なんでそんなわけわかんないシステムになってるんでしょうね。わけわかめ、わけわかめ、わけわかめ。夏男。夏男。まあ、誰かにつけてあげましょうか。いいのでいいの？もう、これはね。プロも止まっていきたいところなんですけどね。でもまあ無理にカードシャッフルするまでではないかなと思ってます。さあ、アイドル、アイドル総合練習もまああるし、まあ癒しぐらいを持っておけば、まあでもカードシャッフルでもいいのかな。ということでここはいい感じでいけるんじゃないかな。で、この新入生スカウトは先に使えばいいんですね。先出しでいきましょう。うわ、でもこれアイドルもったいないな。観戦アイドルもったいないやつですね、これ。試験邪魔。うわ、試験めっちゃ邪魔やこれ。ということで、まずは地元から攻めます。もうなんとなく分かってきました。このレベルから強いっていうのは分かってきたので、これはね、ギリレギュラー取れるかどうかぐらい、このレベルで。もう一回でいけないなら行く価値はそんなにはないですね。
さあその数人というのが誰なんだいと。ということで、先ほどの理論で言うとですね、ここであれしちゃいけねえな、いけねえよと、ここで新入生スカウト使うといけねえな、いけねえよということを、しっかり頭に刻んで今プレイをしていきましょう。なんでなんでしょうね、なんでかは分かんないんですけど。さあ誰が選ばれたかによる。浜田フーイズ浜田。あ、黒選ばれた、ナイス。レギュラーが選ばれてほしい。米村フーイズ米村。あ、よし、滝くん選ばれてないか分かんないな、渋い。やっぱり数人よりはしっかりといろんな選手がね上がってくれた方がいいかもしれないですね。ということでまだ滝くんがいるんで、まあ投手ゼロでいいのか。はい、これはいりません。もううちでレギュラーが取れるレベルというのは把握しております。やっていきましょう。うん、感染ね、どうしたもんかいの。まあ今ユサが上がったので感染持ってるから、まあ、癒しのひとときぐらいで感染、これまあ合宿前に使うか。さあユサはちょっとねマジでコンスト上げていかないとカンストできないから、ちょっとここから育成の方法を考えていかないといけないですね。ちょっとまだオフが弾けてない感じがありますね。合宿前にこれは体力回復しましょうか。さすがにアイテム使ってやった方がいいかなっていうぐらい落ちてますね。さあ石神も弾道を上げとこうかなと思います。もう一丁ね。で、よし、君は盗塁士になったからちょっと走らないといけないんだいと。選抜でコントロール A 以上にはもうこれは絶対さすがにユサでしょ。勝ち運でいいんで、星1の勝ち運でいいんで。ないんかい。でも牽制は渋いな。球速安定ぐらいじゃないかな、となると。そこは一つ願い玉を。そして渋いな。ユサが上がったら、あ、でもまあまあいいのか、まあまあいいのかね、これでね。走力系があるっていうのは結構何気にうちにとってはいいのかもしれないですね。ということで投手少ない系のとこ行こう。次岩手県。弱すぎる。本田君はトシヤ君にも試合にも負ける気なのかい。小森やっていきましょう。投手少ない系でいきます。もう下のあれはあんまり関係ないまで。ああ、コーリードが光るか。キャッチャー A だったらワンチャン。うわ、全国大会して、ああ微妙。いや悪くはない正直。でも走塁守備があまりに低すぎる。だったらコーリードを打っとく方がいいかもしれないですね。これ今何県だった、覚えてない。やばい、何県か覚えないと本当にまずい。それはまあ、なんとかなるカードである。打撃系がなさすぎるんだな。ただまあでも打撃じゃなくてもいいのがねあるので、まあそこは問題なくやっていけるんじゃないかなとは思っていますが、がしかし But however、
いいの？黒い石神めちゃめちゃメンツがいい。これはもうここ行くしかないか。めちゃめちゃメンツいいから、調子安定野手はむしろいらんやつ。いや、むしろいらんやつ。くー、あ、これ渋すぎ、メンツが渋すぎってやつ。左 B になるんかい、若松。まあ、左の代打。おい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 。なんか、なかなかいい特能がつくじゃないか。適当に素振りをやった時に限って。福倉、吉田、若松。え、若松は違うじゃん。どうでもいいやつじゃなかったし。やった、左 B になった。ナイス。ナイスですね。よし。全然どうでもいいやつじゃなかったっていうね。うん、全然好きじゃなかった。アキミョンでやっていきましょう。プレッシャーラン、まあ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 いいでしょう。もう先発陣にね、ちっちゃな特能がついたらそれだけで嬉しいというね、形でやっていきたいなと。感謝の実況でね、やっていきたいなと思っております。やっていきましょう。ということで、若松強化会になれ。若松の盗塁上がったら最高。走塁とかどうでもいい。吉田、フーイズ吉田。よっしゃ、最後ユサ来たぞ。でも黒江もいるので、微妙なところだな。まあ、こっちでいいかな。守備職とか天才守備職っていうのもちょっとかっこいいし、高速チャージとかピッチャーも意味あるので。最近合宿がうまいこといきません。なかなか厳しい世界です。体力は大丈夫。そして本屋、本屋からのクリスマス。クリスマスが今年もやってくる。悲しかった出来事も、合宿の出来事も消さるように。ナイス。これめっちゃ欲しかったんよ。まあ、今二遊間そんなに早急悪いわけじゃないというか、両方早急 C なんでいいんですけど、市原みたいな守備いいのに早急悪くて結構エラーやらかす人来たら使えるんすよね。素晴らしいですね。きゃ、え？何これ、めちゃめちゃ調子いいじゃん。何これ、珍百景。あ、今感染呼んで踏んでよかったな。うわー、感染踏んで、いやー、感染、え、最悪、上書きのやつ。もうなんなん、これ上書きされました、練習効果が少しに。もうなんなん、本当に。なんなん、これ上書きされるんですよ、まさかの。もうなんなん、ほんまに。いや、なんなん、マジで。上書きじゃなくてもう二重効果にして、せっかく今年のクリスマス体力回復じゃなかったと思ったのに。最悪だこれ。いやー、だったら赤マス、あ、でも練習効果下がるの可能性があるのか。赤マスで止まっちゃうとそれはそれで問題ですね。うわー、なんかうまくはまんないですね。うい、エッチ、エッチですね。やっていきましょう。こんなもう青少年がやるゲームにあんなイベントを置いてるって、まあまあコナミさんもやばい企業ですよね。ルードシ、把握。パワーポケとかマジでやばいんですけどね、もっと。さあ、ユサ結構変化球磨くのやっぱ時間かかりますね。
まあ 4方向っていうのは間違いなさそうですね。あとはもうコンスタ球速を磨くっていうような作業にね入っていかないといけないのかなという感じがしますね。はい、さあとりあえず記者に向けてというところでやっていきますよ。ちょっと若松怖いな。いやさすがに普通の練習だけで1個ぐらいは上がるかも。でもパワーヒープルヒ持ってるんで、まあミート系があれしてればいけるでしょう。頼むよさ。カチュンはね、カチュンまだ持ってないですよね。ちっちゃいものを取っていく。それ若ちこ若ちこ、どうしたゆさ、急に急に盆栽になったな。どうしちまったんだい。本屋さんはたくさん来る。てか本屋はマジで優秀なんですけど、チームプレーバツいいでしょう。誰かに使いましょう。チームプレーバツ決めた。古沢に使います。合格打法なんで、もう打って打って打ちまくってくれればいいんで。あ、今の待てよ。まあいいか、考え方はいろいろあった。お、アイドルいいね。続くね、アイドル。さあ新入生スカウト、どこまで行ったかを忘れたんですが、山形多分行ったな。山梨行きます。次これは、あ、でもショートにしては守備が低いけどね、行ってもいいかなっていうぐらいでしたね。まあ、あれがライン際って感じですね。本当にハイボール来た。まあこれはちょっと置いとこう。1年生あたりに次使いましょう。西東京、大体都会は人口多いからそれなりの選手を発掘しなさいよ。このセカンドは微妙。あ、まあ行ってもいいけどね。だったら自由枠に置いといて、まあちょこちょこっと入学式でやるかなという感じはありますね。あー夏休みー、やっていきましょう。オーマイ神様、なんかハマりません。このオフ何かがハマりません。総合練習やらして、ダメです。まあ止まってもいいのかな。感染を呼ぶ方がいいのかな。やりましょう練習試合。そして勝ちましょう練習試合。勝ったらアイドルからの、お、本屋、黒江、お前プロ行くな、プロ行くな、もう本屋の方が儲かるぞ。これからは本屋の時代だ。電子書籍なんて負けずに頑張ってくれ。やっていきましょう。古沢、黒江、みんな本屋になーれ。他の3年生にアイテムを使いまくってそれよりもあれさせるっていう作戦はなかったりしないのかな。これ待てよ、弱いなこの子交差点は。はい、もうこれはもう決めました。もうコールドガチにしましょう。練習試合はあんまりあれなので、もう本気出していきましょう。まあ、うちが本気出したらどれくらい早くコールドガチにできるのかっていうところをね、ちょっと見せつけてやりたいんですけれどもね。
うちの強さを見せつけてやりたいんですけれどもね、3点も隠した相手に取られてるね。なんなら点取れないね。余裕でアウトだしね。これは参ったな。まあ、これがねセーフになるのがうち。あれこれはまずいぞ。ちょっとさあ滝くん、なんといっても彼は広角打法を持ってます。窓ガラス割れました。3階の窓ガラスを割る野球部はね、5年ぐらいね伝説になるかもしれないですね。そういう意味では。まあいいのがね、現状ちょっとね、まだ守備がいいのってこう褒められたもんではないんでね、頑張ってもらいたいところですね。もう今日は強振しか使わねえ。もう外野フライ上がったらホームランぐらいのね勢いでやってもらいたいところですね。早坂君、うちを7回5失点は君は素晴らしい選手だよ。ぜひ生まれ変わった慶応義塾高校に来てくれよ。さあ天下3本目いこう。あらあら、しかも今日一つ言うと調子が結構いいのにこんだけ打たれるっていうのはしんどいな。選手たちの調子がいいのに。ヒットエンドラン、ヒットエンドランでこの形、このね打力。あそこのゾーンが体育館あるということ初めて知りました。今バスケ部も驚きの打球ですね。セーフじゃない、よーし。ベンチメンバーでそもそもそんなに育てたい人がいないから、無理にベンチメンバーを出す必要ないね。もういつも思ってたけどね。まあでも来年の秋大会のその代打とかにはなるんでね。それがまた、さあ若松パーヒー、あ、これ本当にさよならじゃん。まだいけるか。まあようやく7回でアップが終わったと、そんな感じでしょうね。はい、大の層出します。もうこの試合このイニングで決めに行きます。しつこいな、しつこい男は嫌われる。それ若ちこ若ちこ。決めに行きます。お祭りはこの回は使った、まあ、と言いつつみんなを出してあげる、このね監督の優しさをね実感してほしいところですね。皆さんには、皆さんというのはあの野球部の皆さんにね、ぜひ一つ感謝してもらいたい。やっていきましょう。よし決めてくれ。ツーアウトだけど、ここから。決まったでしょ。待れ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 、突っ込め突っ込め、奥までぶっ込め。やっていきましょう。待った、そんな足の落とさじゃうちじゃやっていけないんだな、残念ながらね。よし、これでもう全員出したので遠慮することはない。さよなら勝ちしよう。いやダメか、ユサを使ってない気がするんだな。ユサの急成長を使ってない気がしたので、オッケー。これでもう心配することはね
よしよしよし。兄貴、決めちゃってくれよ。え、スリーバント失敗、初めて見た。2020年。え、こんなことやりつつね、心の中では思ってます。9回ユサが投げたらちょっと強くなるじゃないかと。ユサが、兄貴、決めちゃってくれよ。オッケー、結果オーライ。あ、あれだ。うちにはあれですね、よいしょ要員しかいないので、ベンチに機嫌取りしかいません。よいしょーっつってね、ベンチの1年生が先輩に、よいしょー、先輩今日もいいピッチングです、ナイスショーって感じでね、マウンドに来てくれます。接待ゴルフのボロエです。 OB を打っても、社長、でも今のは飛んでましたよ社長、距離は出てましたよっていうんですね。で、距離が出てなくても OB じゃなかったら、社長コースにあればいいんですよ社長、こんなゴルフは嫌だっつってね、やっていきましょう。いい練習試合でしたね。ちょっとそろそろいい時間ですが、この回アイドル負けまくってるからな、負けまくってるので、ここで挑むのはやめときましょう。勝てる気がしません。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ということで、次回裏で観戦をね、呼んでおきたいと思います。それでアイドル勝負してやっていければなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。